いやチューリップ、僕に話があるんだって。来てくれてよかったわ、チョメゲームズ。ダンブルドアの校長室に忍び込むのを手伝ってほしいの。今のは聞き間違いかな？今、校長室に忍び込みたいって言った？言ったわよ。急いで。あまり時間がないの。先生は今は中庭にいるけど、すぐに校長室に戻ってきちゃうわ。ちょっと落ち着いてくるよ、チューリップ。ダンブルドアの校長室に忍び込むなんて、無茶なことをする前に一旦事情を説明してくれ。一体何があったんだ？いたずらでも仕掛けたいのか？違うわ、いたずらよりももっと重要なことよ。これは将来に関することなのよ、チョメゲームズ。あなたと私のね。では今日はね、この意気消沈やっていきます。5年目の実績にね、この意気消沈はありました。1時間星3個で合格、チューリップの話を聞く。ヒルチがいる。ヒルチの猫か。校長室にいるところをヒルチに見つかったら何をされるのかわからないぞ。ミセス・ノリスですね。組分け帽子と話がしたいのよ。だからちょっと借りに行こうかなって。組分けの儀式のことをずっと考えてるの。私たちの人生を決めるものだから。校長室に忍び込んでるところが見つかったら大変だ。最近将来のことが不安でたまらない。校長室に忍び込んで何になるんだ？もっと安全でシンプルな作戦があると思うよ。今、明かりがちらついたような。組分け帽子にいくつか質問したいだけなの。ミセス・ノリスがいるってことはヒルチも近くにいるな。校長室にいるところをヒルチに見つかったら何をされるのかわからない。校長室に忍び込んでるところを見つかったら大変だ。こんな感じでね、サクサク上がるようになった。このエネルギーの方式すごくいいよね。チケットも6。決闘もあるみたいですね。ゲット。ちょっと整理させてくれ。君はダンブルドアの校長室に忍び込んで組分け帽子を盗みたいって思ってる。その理由は将来に不安を感じてるから？そうそう。でもやっぱり行き過ぎたことをするとは思わないか？私はただあの帽子にいくつか質問に答えてもらいたいだけなの、チョメゲームズ。ホグワーツに長くいればいるほど組分けの儀式に対する疑問が強くなるのよ。一つの帽子を数分かぶっただけで私の将来が決められてしまう。あの帽子は何人もの生徒を組み分けしてきたけど、私たちはみんなそれぞれ違う個性を持ってるわ。だから組み分け帽子がいつも 100% 正しいなんてありえないと思うの。まあ確かにね、同意しよう。確かに君の言う通りだな。帽子が組み分けを誤った生徒が1人や2人いてもおかしくない。つまり私たちはレイブンクローに属さない可能性があるわ。君がうちの寮に対してそんな気持ちでいたなんて知らなかったよ。だけど主席として君がその気持ちを整理できるように手伝うのは僕の義務だ。組分け帽子が間違ってたのか、君が本当は別の寮に所属するべきだったのか、それを一緒に確かめよう。ええ、忍び込みましょう、チョメゲームズ。組分け帽子と話がしたいならダンブルドアの校長室に忍び込むよりもっと簡単な方法があるよ。何？聞かして。ダンブルドアが中庭にいるって言ってたよな。ええ、だから今なら安全に忍び込めるって思ってるの。それなら今すぐダンブルドアのところに行って話してくるよ。そうすれば組分け帽子と話をさせてもらえるだろうし、忍び込んだのがバレて寮の得点を差し引かれることもない。ダンブルドアと話す。ダンブルドアなら今中庭にいるよ。でも急がないとどっかに行っちゃうかも。どうしてグリフィンドールに選ばれたのが嬉しいかって、それはグリフィンドールが最高だからだよ。あのグリフィンドールがまた喋ってるわ。なんかグリフィンドール呼ばわりされてる。グリフィンドールもスリザリンもどっちが最高かって無意味な言い合いをしてる。だからレイブンクローに負けるんだよ。なんかかっこいい服装で着てみた。ダンブルドア先生、ちょっといいですか？ああ、ミスターゲームズ、一体どうしたのかな？組分けの儀式のことでお話しさせてもらえないかなって思ってます。というと、レイブンクロー寮の監督生として先生にお願いがあるんです。チューリップカラスが儀式のことでいくつか質問したがってるので、担当者に会って話をさせてもらえませんか？具体的に組分け帽子と話をさせてもらいたいんです。それはよかった。今は組分け帽子と話すのは無理かもしれんが、ミスカラスがどんなことを質問したがってるのか話してくれれば手助けできるかもしれん。3時間星3個で合格。組分け帽子と話をさせてもらう。チューリップはどうしてレイブンクローに組分けされたのか知りたがってます。組分けの儀式は大事な伝統です。だからそのことをもっと詳しく知りたいんです。ミス・カラスは君のような友人を持って幸せじゃな。
チューリップは組み分け帽子がどう思っているのか理解したがってるんです。スリザリンだけの中庭があるべきよね。あのスリザリンの目つきが気に食わないわ。なんかグリフィンドールとスリザリンが喧嘩してるみたいな感じか。授業の前に保護地をぶらっと歩こうかな。チューリップのことは知ってますよね。何でも自分でやりたい人なんです。チューリップは間違った寮に組み分けされたんじゃないかって疑問を持ち始めてるんです。組み分け帽子とちょっと話をすればチューリップは不安を拭えると思うんです。ミスカラスはいつも好奇心旺盛じゃな。たくさん勉強しないと。まずは記憶魔法薬から始めよう。ミスカラスは君のような友人を持って幸せじゃ。星3個以上で合格だけど一気にやりました。ゲットのチケットもあるからね。ゲット。ああ、それではミスカラスはレイブンクローに組み分けされたことを疑問に思ってるのじゃな。高学年のホグワーツ生が自分の将来に不安を思うのは当然じゃ。ミスカラスは特に権威ある者に対して疑問を投げかける傾向にあるからの。はい、自分自身で結論を出したいっていう人なんです。だけど組み分け帽子と少し話せばきっと不安を解消できると思うんです。会わせてもらうことはできますか。このことをわしに話してくれて感謝しておる。大事な伝統のことをそこまで考えてくれたのも嬉しい。君が悩んでいる友人に手を差し伸べるのも素晴らしいと思うが、一つ聞かせてくれ。ミスカラスと同じように君もレイブンクローに組み分けされたことを疑問に思っているのか。いや、いいえ、全然思ってないです。私レイブンクローでよかったと思ってる。本当、僕はただ友達の手助けをしているだけです。自分の居場所がどこかはちゃんと分かってますよ、校長先生。それはよかった、ミスターゲームズ。ミスカラスは君のような友人を持って幸せじゃな。君が素直に話してくれたお礼として組み分け帽子と話せるように手配しよう。帽子が忙しくなければじゃがな。帽子なのに忙しいことがあるんですか。母、組み分け帽子についてはいろいろと驚かされることがあるんじゃろうな。組み分けの儀式についてどう思うかも含めてな。それじゃあ広い心を持って心を聞くように心がけます。それでは訪問のために帽子を準備して時間になったら君に連絡するとしよう。ありがとうございます。僕はチューリップに知らせて連絡があったらすぐに校長室に向かうようにします。さすがに待ち時間はないと思うけどね。組み分け帽子と話す。組み分け帽子と話したいなら今すぐ来なさい。なんかチューリップがもう待ってるんだけど、びっくりしちゃった。ダンブルダーと話してくれてありがとう。組み分け帽子と話をさせてもらえるなんてすごいわ、チョメゲームズ。校長室に忍び込まずに答えを得られるのね、よかった。ただちょっと忍び込んでみたかったな。だけどこれなら組み分け帽子は君の質問に答える準備ができてるよ。組み分けの儀式について正直に答えてもらって君の不安を拭えるといいな。あ、もういる。びっくりしちゃった。またレイブンクロー、博識な者たち、知的なグループ。ああ、うまく顔を踏めない。錆びついてきたのかな。邪魔して悪いんだけど、ダンブルドアが君と話をさせてくれるって言ったんだ。組み分けの儀式についていくつか質問させてもらいたいかな。あー、ミスターゲームズ、君ならいい案をくれそうだ。来年歌う組み分けの歌を作っているんだが、基地とは自然に備わる才能という歌詞の、なんて読むのこれ、音で引っかかってるんだ。これと音を踏む歌詞を考えるのを手伝ってくれたら、どんな質問にも答えよう。3時間星5個で合格。組み分け帽子が何を踏むのを手伝う。これちょっと調べるか。才能と韻を踏む言葉は何かな。ダンブルドアは読書をする時間なんてあるのかな。でも絶妙な切り返しとしてはレイブンクロー愛用っていうのはどうかな。いいの考えてるわね。レイブンクローは学問好きだっていうのを表現するといいんじゃないかな。相手と話している時の切り返しに関して何か考えようとするたびに頭が真っ白になってしまうんだ。学問好きなら簡単に回答を。新しい歌詞はレイブンクローについてなんだ。才能、回答、愛用、対等。基地とは自然に備わる才能。はい、星5個集めました。ゲット。なんと少し考えただけで韻を踏む歌詞を2つも考えたぞ。
陰とか運とか響きって読むみたいですね。吉とは自然に備わる才能の次に、学問好きならそのまま回答か、絶妙な切り返しはレイヴンクロー愛用のどちらかを言えばいい。どっちを言ったらいいんだ？どっちの方がいい？左にしてみるか。僕は学問好きならそのまま回答の方が量を象徴しているようで好きだな。レイヴンクローはとっさに聞かれてもちゃんと答えられるから。なるほど、確かにそうだな。感謝する、チョメ。さすがはレイヴンクロー生だ。君ならいい案を出してくれると思ってたよ。歌詞ができたところで何を聞きたいのか教えてくれ。チューリップが組み分けの儀式について質問したがってたんだ。どうして彼女がレイヴンクローに属するのかと思ったか聞かせてほしいんだよ。主席として僕には寮の組み分けで悩んでる生徒を手助けする義務があるから。組み分けに不満を持ってる生徒が会いに来るとは珍しい。別にレイヴンクローであることが不満じゃないの。ただ他の寮を体験するチャンスさえなかったから。組み分けの儀式の後、生徒は指定された寮に属するって信じて疑わないわ。でもあなたがどうやって決めたのか私たちは全く何の説明も受けてない。その説明さえあれば納得できるって思ってたんだ。ああ、確かに生徒を間違った寮に入れるのは深刻な問題だ。だが幸いその心配をする必要はない。どうして？そんな失敗は起こったことがないからだ。信じられないなら自分の目で確かめてみるといい。それでは歌詞を一緒に考えてくれてありがとう。またいつでも会いに来てくれ。ちょっと、帽子さん、眠っちゃったみたいだな。ただ無視してるだけじゃないの？気に触ることを言ったのかな？きっと何かバレそうだって思ったのよ。とにかく私たちが言ったことで機嫌を損ねたのは確かね。何も言わなくなっちゃったから。まあ教えてくれないこともあるんだろうね。うん、君の言う通りだと思う。僕たちに言ってないことがあるような気がするし。ええ、私もそんな気がするわ。でも幸い帽子と話してる時に、帽子なしでもこの問題を解決できるアイデアが浮かんだの。アイデア？そうよ。でもうまく実行するにはちゃんとした計画が必要ね。大広間で合流しましょう。この問題を解決する方法を考えるわよ。チューリップを手伝う。急いできてチョメゲームズ。どうすればいいのか分かったわ。ワーナビーがまだよだれを垂らしてるわ。今日は外にいても退屈だな。大広間では一筋縄を着ないことにしてるんだ。すぐに汚れるから。一丁裏ね。こんにちは、チョメゲームズ。来てくれてありがとう。組み分け帽子が言ったことをずっと考えてたの。自分の目で確かめてみるといいって言ってたでしょ。だから実際に自分の目で確かめることにしたの。そうか、周りにはたくさん生徒がいるし、いろいろ確かめられそうだな。でも見るだけで判断したくないの、チョメゲームズ。それぞれの寮について実際に調べて学べることを全部学びたい。そうすれば私が本当にレイヴンクローなのか、組み分け帽子が私を両親と同じ寮に入れただけなのかがわかると思うわ。これは君の両親と関係してるのか。そんなこと一言も言ってなかったけど、両親のことは全く関係ないわ。私は自分の将来のことを考えてるの。そうか、とにかく他の寮について調べたいなら僕も協力するよ。ありがとう、あなたならそう言ってくれると思ってたわ。それじゃあどうすればそれぞれの寮を効率的に学べるか考えましょう。その寮に属することがどういう意味なのかも。これ楽しくなってきたね。3時間星5個で合格。プランを立てる。他の寮の生徒から話を聞けばどんな場所かいろいろわかるはず。談話室に忍び込むといいんじゃないかしら。バナビは退屈そうだな。ハッフルパフの談話室はすごく可愛いわよ。峰に似せてあげたい。私は行動を起こして学ぶタイプなの。何見てんのよ。談話室を見ればその寮のことがいろいろとわかると思うけど、それには忍び込む必要があるな。服が食べ物で汚れてるのが嫌だから、よだれかけみたいなものを使いたいと。長いって文章が読めなかった。ポーズして読んでみてください。あー退屈だな。どの寮にも友達がいる。だから友達から話が聞けばいいよ。他の寮の生徒から話を聞けばどんな場所なのかいろいろわかるはずだ。他の友達も私と同じ気持ちなのかしら。それも気になるよね。集めました、ゲット。それよ、チョメゲームズ。私たちはどの寮にも友達がいるわ。まずは友達にインタビューしましょう。その後運が良ければこっそり談話室に入れてくれるかもしれない。そしたらどんな寮なのか直接見ることができるわね。それができれば生徒が自分の寮に対してどんな気持ちを持っているのかわかるわ。ついでにどんなインテリアなのかも見れる。どの友達も寮愛があるからきっと寮の自慢話ができるって飛びついてくると思うよ。
ただどの友達に寮についてインタビューするかはちゃんと考えた方がいい。誰なら談話室にこっそり入れてくれるかも考慮しないとね。このことが誰にもバレないように、その友達には秘密にしててもらう必要もあるよ。首席なのに規則に違反するような話を持ちかけるわけだから。スリザリンはタフかもしれないけど怒りっぽいわね。バーナビー以外はな。バーナビーといえば、まずは彼と話すのがいいと思うよ。今日はちょっと退屈してるみたいだし。それに人助けするのが大好きな人だから、スリザリンについていろいろ面白い話を聞かせてくれると思うよ。そうね、ちょめ。スリザリンについてインタビューするなら、バーナビーがぴったりだね。スリザリンの談話室を案内できるなら、ちょっとくらいの規則違反も見逃してくれそうだし。それじゃあスリザリンの談話室を見て、高骨なグループが君に合っているのか確かめよう。はい、これでね、パート1を完了しました。ゲット。次回、パート2やっていきます。次回予告、バーナビーと話す人がいなくなったら知らせるよ。ここでね、4時間待ちになりました。CM を見て、ちょっとだけ短縮しておきます。